マニアックスやべえなー。はい、おはようございます。スリコー TV です。この福袋、これはやばいなっていうことで、足立区にあるですね、マニアックスね、毎年お正月の初売りが半端じゃない半端じゃないって聞いていたんで、1月2日にですね、スーさんと行ってきました。そんでもって、こういったもう人気の福袋はですね、朝から並んでる人がもう買ってなくなっているだろうなーって、まあちょっと家から離れたところにあるんで、もう全然お昼を過ぎてですね、午後に行ったんですけども、そんで最初これはね並んでいなかったんですけども、買おうかなーってこれを取っていたお客さんが、やっぱりいいかなみたいな感じでこう戻したみたいなんですよね。で、あれなんか深ベイトあるぞ深ベイトあるぞみたいな感じになって、誰が行くんだみたいになって、いや俺買いますっていう感じでね、買うことができたんですけども、ただね、お正月1月1日に全部売り切るわけではなくて、1月3日ぐらいまでにかけて、順次こういった目玉の入った福袋ね、まあ1日に来れない人、2日に買えるかもしれない、2日に来れない人は、3日に出るやつもね、あるかもしれないなんていう感じで言ってたんで、まあそういう感じでね、ほっと、こういう感じでやってくれたら嬉しいのになっていうのを、もういろいろやってくれるお店だなっていうことで、で、中古ロットコーナーではね、スーさんがビッグベイトロットなんか一本も持ってないから探してみたところ、青木大輔プロのですね、作ったアウトサイダーね、あれがもう1万円切る価格で、まあ通常でもね、まあ自分も使ってるんですけど、もっと高いし、まあ旧型であっても、で、それがね、お正月のスペシャルだよっていうのが 50% になって、さらに、中古ロットのね、スペシャルじゃんけんに参加したら 60% オフになったなんてのもね、ありましたけども、自分はね、これ、ね、1万5000円の福袋なんですけども、どうしてもね、これはね、買ってね、ご紹介したいなと、こんないいもんが入ってんだぞっていうのね、こうやってね、中が見えるんですよね。中に何が入っているのか、ちょっとね、こうやって覗くこともできちゃったりして、まあ、こういったところもね、これは買いでしょっていうね。はい、じゃあね、早速ね、中どんなものが入っているのか見ていきたいと思いますけども、ここにね、もうね、ドリーズ福袋、大型目玉品深ベイト入りって書いてあるんで、これね、じゃじゃーん、もうこれはね、買えないと思ってたんだ。いやー、おほほほほ、来たー、深ベイトね、深ベイトは入ってますよっていうことで、これまた後でね、手元でどんな感じかね、よく見ていきたいと思いますけども、まずね、大型目玉のこう深ベイトが入っているよって、もうこれだけでね、オッケーですっていう感じなんですが、じゃあこっから先ですよね。深ベイトが入ってるから、他のはそんな在庫処分みたいなのでね、いいんじゃないのなんて思っちゃいがちですけど、これはね、ちょっとやばいのいっぱい入ってますよ。はい、まずビーブル、なんだかんだね、これボトムアップのビーブルですけども、去年スピナーベイトね、いろいろダイソーのからダイワーのスピナーベイトとかいろいろ使いましたけども、数的に一番釣ってるのは結局このビーブルだったなね。去年出たスピナーベイトの中で一番話題作だったんじゃないかなと思いますけども、実際によく釣れるっていうことで、パーチっていうカラーですね。そんで重さが8分の3オンスっていうことで、ビーブルね、これがもう福袋に入ってなくても何でもね、ちょっとなくなったら追加で購入したいようなルアーなんで、これ嬉しいですね。ビーブル入ってました。はい。そして、じゃあお次ご紹介したいのは、はい、じゃじゃーん、レベルバイブですね。これはレベルバイブね、1600円って書いてありますけども、結構ね、昔からあるね、もうね、今やね、バイブレーションの中では、ロングランナー古い、ものになるかと思うんですけども、この小粒で、釣れる動きが出てっていうことでね、自分あんまりね、これ使ってないんですけども、せっかく福袋に入っていたんで、今年は寒い時期からちょっとこうい
ったバイブの釣りもねやってみようかな。でカラーがこれ嬉しいですね。こんな感じのリアルっぽいギルのカラーなんで、ちょっと房総のリザーバーでね、あのちぎるとかを、深いところで食ってる時期なんかにね、うん、まああとね夏のハイシーズンでも広いところパーンってサーチしたいななんていう時に、探っていきたいと思います。はいね、これねレベルバイブ、これって1万5000円でも、まあさすがに足りないか。まあじゃあ他何が入ってるかね、見ていきまーす。はい、こんな感じね、イズムのミノーね、これフローティングモデルなんですけども、初カラーってね、これ超綺麗なこんな色のミノー、これもね、1600円ほどということで、まあ、1665円というぐらいに書いてありますけどね、これはまあ大きさ的にはほんとブラックバスでも使うし、シーバスでも使えちゃいそうだなーっていうね、115ミリの 14.5g のフローティングのね、ミノー、イズムのミノーが入ってましたよ。まあね、これね、しっかりとしたね、これのちょっとあの、ファットボディのやつね、去年分かって、それで、あの、シーバスなんか釣ったり、使っていたんですけども、このね、まあ、いわゆるミノーって感じのやつは一個も持ってなかったので、これまた嬉しいのが入ってましたね。で、まだまだ続きまーす。はーい。これ入れてくれるんだっていうね、ジャッカルのポンパドールの釣れたら固めを塗るなんていうね、面白いカラーですよ。これなんかね、あの、お正月っぽいカラーで、っていう、もうなんか、いいな、これね。ポンパドールの、まあ一番ね、オリジナルサイズっていう感じでいいのかな。福だるまっていうカラーですけども、実はね、あの、ポンパドールのマイクロサイズと、あとは大きいやつはね、持ってるんですけど、自分この、オリジナルサイズって実は1個も持っていなかったんで、これはね、結構ね、ちょっと嬉しいな。で、あの、亀山ダムであの、おかっぱりなんかした時にですね、全然、まあ、チャター巻いたり何投げても釣れないんですけど、横で投げてたね、人が、もうひたすらこのオリジナルサイズのポンパドールで、おかっぱりでガバッ、ガバッってね、大きなバスをね、横で何本も何本も釣られたって思い出があって、あ、どっかでチャンスがあったら買いたいなーなんていう風に思ってたんですけども、そんな、2520円のね、まあ、結構買うと高いんですよね、ポンパドールって、こういったねポンパドールが入っておりました。はい、そしてじゃあお次はですね、ハプリね、あ、よかった、これね、あの、結構ね今年福袋に入ってるんで、実はねこれね3個目なんですよね、ハンプリー自分持ってんの。でもね、微妙に、あ、よかった、カラーがね、全部ね、違うカラーで分かれてくれていたんで、まあ、後ろがね、あの、柔らかい素材で、前がプラスチック素材っていうことで、そのハイブリッドのルアーですね、結構、ジャッカルのこのハイブリッドしてるルアーってね、よく釣れるやつが多い印象なので、まあ、主にハイシーズンからになると思いますけども、これもね、今年ね、いっぱい実調の方で使い込んでいきたいと思います。ハンプリーが入ってました。すごいな。ちょっと、まあ、次がね、最後ですね。で、まあ、最後はね、ワームが一つ入ってます。で、ワームっていうのが、はい、これ、ね、人気のディスタイルのトラスターですね。あの、琵琶湖のプロガイドのニッシーがデザインしたですね、こう、宇宙人ワームですよね。で、色が、これ自分欲しくて、実際に買ったのと同じ色だな。で、あの、三島湖なんかで使ってね、いいバスも釣ることができたんで、また追加で買わないとなぁなんていうふうに思ってたんですけども、グリパンチャートのトラスター、ね、ディスタイルの、結構、まあ、いろいろ使えるワームですね。宇宙人みたいな。いろいろなパーツがついていて、いろんな方向で誘ってですね、連れてくれるっていう、ワームが1個だけ入っていたんですけども、そんなワームもこの、ね、釣れ線のワーム入れてくれてね、っていうか、だから本当にな、これすごいんだよな。じゃあね、改めて持っていきたいと思います。全部持ってるかな、まあ、ジャッカル系が、あったりして、で、こうミノがあって、持てるかな、ここら辺挟んでいくような、ビームがいたりして、はいはいはい。はい、こんな感じ。まあ、超目玉のフカベイトはともかくとして、いやー、これ、
ね、1万5千円の福袋です。マニアックスやべえなーっていうね、行ってよかったなーって。結構ね、行くまでにね、西新井大使があったりですね、大型ショッピングセンターがあったりなんかして、渋滞して結構時間かかったんですけども、それでね、まあ、行った甲斐があったっていうことで、まあ、カンナラ道路ね、どんどん行って、で、最後、ちょこっちょこっちょこっと入っていくとね、駐車場なんかも、しっかりあったりするんで、ゆったりと、商品の方を見ることができるんで、で、本当タイミングタイミングでね、いろいろな各、ルアーメーカーのイベントとか、あとは、折りからなんかもね、精力的に、作ったりしてますよね。そんでもって、まあ、こういった節目節目にはですね、スーパービッグイベントね、面白いのいっぱいやってくれてるんで、何にしてもね、このフカベイトは自分もね、発売のタイミングでどうにか買えないかなってね、ここだったらいっぱい入るんじゃないかなって釣り具屋さんとかね、いろいろ回ったんですけど、ほんと見る影もなく一瞬で売り切れてね、あーこれはもうちょっとしばらく買えないなーって思って、で今回もまあ行った時間が時間なんで無理かなと思ったら、まあ今年なんか結構ね、まだ何日しか経ってないんですけど、なんかいろいろついてるんですよね。あーいいことあるなって。この後はですね、亀山ダムの大会なんかもやりつつ、あとはそうですね、コメントで霞ヶ浦の釣りなんかをもうちょっと増やしていってほしいなんていうね、コメントあったりしたんで、今年は、おかっぱりでの霞ヶ浦のね、回数なんかも増やしていこうかななんていうふうに思います。まあでもね、基本はね、釣りも大好きなんですけど、自分釣り道具がね、ほんとね、大好きなんで、まぁ、こんな感じでね、どん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 釣り道具ね、増えていってるんで、まぁ、これを持ってですね、実際に釣り場に通って、引き続きですね、ブラックバスの方を狙っていきたいと思いますので、まだね、チャンネル登録してない方、ぜひチャンネル登録をお願いいたします。また、マニアックスの福袋やべえな、いいねって思った人はですね、ぜひ、いいねボタンもお願いいたします。というわけで、本日の釣り子 TV はこちら、足立区にあるですね、バス釣りのね、プロショップ、マニアックスに行ったところ、とんでもないね、福袋を買うことができましたよ。っていうことで、はい、釣り子 TV でした。